5月3日から5日までの3日間、丸の内の東京国際フォーラムを中心に今年も、ラ・フォルジューネ東京2024が開催される。世界最大級となる本クラシック音楽祭は、今年で東京開催17回目となる。4年ぶりに、フランス・ナントのオリジナルテーマと足並みを揃える。2024年のテーマは「オリジンヌ・オリジン」「すべてはここから始まった」で、イヴ・チャントはそこで話したのが俺的には初めましてでした。今回、青春をジャズとロックに捧げていたというラ・フォルジュ・ルネ、アーティスティックディレクター、ルネ・マルタンにインタビュー。おすすめ公演から音楽の歴史全体を見渡すような今回の壮大なテーマについても詳しく話を聞いた。インタビュー&テキスト、山下実社本部の括弧内の番号はホール公演番号音楽のオリジン、オリジンヌ=起源をたどる合計名。2023年のラ・フォルジュ・ルネ東京はコロナ禍を経て4年ぶりの開催でした。そして2024年は久しぶりにフランス・ナントのオリジナルテーマ「オリジンヌ・オリジン」と足並みを揃えての開催となります。東京公演への意気込みはいかがでしょうか。ルネ・マルタン、ナントは大成功だったと言っても過言ではないでしょう。会期中は皆さんすごい、こんなの知らなかったと発見の日々だったと思います。その発見の中には知らない曲やジャンルだけではなく若手のアーティストの発掘というのもあります。東京公演でも大きな反響がもらえるのではないでしょうか。初来日アーティストもたくさんいますので楽しみにしていてください。 LFJ2024 ナント開催の様子。オリジン、オリジンヌ=起源は様々な発見がありそうなテーマです。選ばれた経緯を教えてください。ルネ、今年は東京での初開催から20年経つんです。だから、この20年のコンサートで提供してきた作曲家たちを一堂に集めたら、どんな感じになるのかということを考えたいと思いました。まず、作曲家の一覧表を作りました。そうしたらまさに、これは、西洋音楽の歴史そのものではないかと思ったのです。クラシック音楽の起源と言われる中世から今日の作曲家までが並んでいて、そこで12世紀の音楽から今までのことを全部語ってみたらどうかと考え、このテーマにしました。中世のトルバドール、吟遊詩人が当時練り歩きながら音楽を奏でていたのを再現するところから始め、ルネサンスに移ってイタリアの音楽になっていく。バロック期になるとヴィヴァルディの「四季は外せない」、そしてモーツァルト、ベートーベン、シューベルト、ショパンとだんだん外せない人だらけになるわけです。ラ・フォルジュ・ルネの一つの柱として新たな発見をしてもらう場というものがあります。プログラムの独特さに驚かれる方も多いでしょう。来ていただけるご家族連れ、お子様方、またクラシック音楽ファンの方には豊かな経験を新発見、再発見していただけるのではないかと思います。さまざまな好みに全部対応できるようなラインナップにしたつもりです。伝統音楽の公演なども音楽のオリジンを探求するという目的で選曲されたのでしょうか。ルネ、伝統音楽とくくられるものは今までの著名な作曲家も含めてみんなが影響を受けた音楽だと思っています。このような音楽はラ・フォルジュ・ルネでも今回初めてお届けします。私にとって素晴らしい冒険です。ルネ・マルタン、しい香りにシダ真冬の南東を熱狂させたラ・フォルジュルネ2024 2月4日に同テーマで開催された南東のラ・フォルジュルネが閉幕しました。会期中の様子をお伺いさせてください。ルネ来場者数は過去最高で雰囲気は最高でした。会場から出てくるお客様はすごく驚いたという感じでした。その中でもマルタンさんが特に盛り上がったと思う公演を教えてください。ルネ・レイ・ティメラント C-124 D7 から136 G409 から347というアカペラトリオのコンサートです。3人の女性歌手が音楽史全体を語る感じでとても詩的ですし、音楽性も豊かです。感性に訴えかけ、心の琴線に触れるようなコンサートでした。レイ・ティメラント C イザベラ・バンコ日本でも様々な聞き応えがある公演がありますよ。亀井聖矢さんによるチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番 A-115 ですとか、リア・ペトロバという素晴らしいバイオリニストのコンサートもあります。A-214、D7 から332。24歳のサックス奏者、バランティーヌ・ミショーという方もいらっしゃいます。そういった才能あふれる若者たちに会いに行くという機会にもなればと思います。南都に出演したアーティストが東京で公演することもあるので、新しいアーティストたちを楽しみにしていてください。大反響が巻き起こるのではないでしょうか。モーツァルト A-313、ベートーベン A-112、ショパン A-312 のピアノ協奏曲たちや、メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲 A-113 もおすすめです。